今日燕市に完成したのは、新鮮な野菜や果物、海産物を取り扱う新印青果西部卸売市場です。これまでの市場の建物の老朽化に伴い移転工事を進めていたもので、市場のほか新たに一般の人も利用できる直売所を設けました。また燕市と災害協定を結び、災害が起こった際は直売所で食料や物資の提供を行うなど、防災拠点としての役割も期待されています。県央地域の皆様はじめ、気軽に足をお運びいただけるように、皆さんに愛されるような形の市場になっていきたいと思います。今後5年間でおよそ 10% の売上の増加を目指す新しい市場。初めての競りは今月10日に行われます。